称ティーゼシュトリーネ、キリト先輩の記憶の確認に協力させていただきます。ああ、よろしくな、ティーゼ。では早速始めましょうか。それじゃあ、私がロニエと一緒に先輩たちのそば付き練習になったことは覚えていますか？もちろん覚えてるよ。というかそれを忘れてたらティーゼのことだってわからないじゃないか。お、言われてみればそうですね。ごめんなさい、簡単に考えすぎました。謝らなくていいよ。協力してくれるだけでありがたいんだから。それにそこから話を広げていけばいいだろ。そう言っていただけると助かります。話題。そういえばティーゼは俺たちのそば付きが決まった時どう思ったんだ？先輩たちにつくことが決まった時ですか？実を言うと、最初は男性の先輩についてお世話することに戸惑いました。まあそれはそうだよな。年上の異性の世話なんてそう経験するものじゃないだろうし。でもお二人ともお優しいので、すぐに慣れることができましたから。なあ、俺たちからしても二人がすぐに慣れてくれて助かったよ。ユージオも最初は女の子の相手をするのに慣れてなくてかなり緊張してたからな。確かに私が見てもわかるくらい緊張されておられました。あいつは俺と違って真面目だから気負いすぎて空回りしてたんだろうな。そういうキリト先輩はいつもいらっしゃいませんでしたけどね。ユージオ先輩が毎日ロニエに謝ってましたよ。そんなことあったかな。もう都合の悪いことだけ忘れたふりしてもダメですよ。さすがに騙せないか。けどあれにもちゃんと訳があってだな。俺たち平民での男は貴族の、しかも年下の女の子に身の回りを世話されるという状況に馴染めなくてさ、だからちょっと逃げ腰になってしまったというか。ユージオ先輩は慣れてくださいましたけどね。俺だって徐々に慣れていったんだからいいじゃないか。確かにロニエもキリト先輩との初稽古を終えてからは打ち解けた様子で毎日楽しそうにしていました。でもこれはあくまでもお会いした頃の話ですよ。記憶の確認なんですから。そういえばそうだったな。そうです、本来の目的を忘れないでくださいよ。悪い。でも不思議ですね。不思議？だって先輩たちが私たちを選んでくれなかったらこうして一緒にいることもないんですから。まあそうだな。私、先輩たちと会ってから運命って本当にあるんだなって思うんです。運命か。二人をいろんなことに巻き込んじゃったけどな。それは確かにそうかもしれませんけど、それもきっと運命なんですよ。私は先輩たちに会えて本当に良かったです。大切な思い出たくさん作れましたからね。ああ、俺もそう思っているよ。嬉しいです。それでは次はロニエから聞いた先輩の破天荒事件簿を振り返りましょうか。なんだよそれ。これも大切な思い出の一つですよ。俺にとっては恥ずかしすぎて大切にしたくない可能性がある。やめてくれ。じっくりいろんな思い出を振り返りましょう。それでは今日も記憶の確認を始めますね。キリト先輩は準備はいいですか？ああ、大丈夫だよ。よろしくな、ティーゼ。任せてください。この前は簡単すぎたので、今日は覚えていなさそうなものを聞きますね。これは多分一度しか言ってないことなんですけど。一回だけ？それは今の状態じゃなくても覚えてるかどうか。もう
しっかりしてくださいよ。先輩たち二人が私たちの代では人気で、そば好きを変わってほしいと何度も言われた話覚えてますか？ああ、言われたようなないような。いや、思い出してきたぞ。あれだな、4人で課外授業に行った帰りの会話だろ。正解です、先輩。記憶は大丈夫みたいですね。いや、自分でも驚いてるよ。よくそんなことを覚えてたなって。だからお二人のそば好き練習であることが私たちにとってはちょっとした自慢だったんです。特に先輩たち女子生徒からは本当に大人気だったんですよ。そんなことになってたのか、全く知らなかったよ。先輩たちは二人ともそういうの鈍そうですもんね。浮いた話も聞かなかったし。まあ実際何もなかったからな。ふむふむ。あの先輩たちって二人でそういう話とかしないんですか？そういう話って？女性の好みの話とか、好きな人はいるのかとか、そういう話です。恋愛話か。したにはしたけど少しだな。そういう時ってユージオ先輩はどんなことを言うんですか？え、まさかアリスのことを思ってるなんて言うわけにはいかないしな。そうだな、直接言ってたわけじゃないけど、ユージオは活発な子が好きそうな印象を受けた。うん。活発な子？うん。活発ってことは危険なところに飛び込んだり無茶なことをしたりする子のことですか？子供時代のアリスはそんな感じだよな。よく冒険や実験といってユージを振り回してたらしいし。なあ、そんな感じだと思う。勝ち気でちょっといたずらっ子とか？幼いアリスは少しやんちゃで男子にも負けなかったらしいし、きっとそうだよな。多分だけどそうかな。ふむふむ、なるほど。ティーゼ、どうしたんだ？いえ、ユージオ先輩の好みの女性ってキリト先輩みたいな性格だなと思って。な、ティーゼ、何言ってるんだ？もちろん変な意味じゃなくて、あくまでキリト先輩みたいってだけですよ。だから怒らないでください。思いっきり笑ってるじゃないか。幼い頃のアリスと俺に似たようなところがあったってことなんだろうけど。いや、そりゃ勘違いだぞ。だから変な意味じゃないって言ってるじゃないですか。活発なのはティーゼもだろ。俺の活発さというか破天荒さにはあいつは呆れてるけど、ティーゼに対してはいつもすごいって、勇気があって立派だって褒めてるんだぜ。え、ユージオ先輩がそのようなことを？なあ、本当に言ってたよ。そうですか。ティーゼ、急に赤くなってどうしたんだ？なんでもないです。ユージオ先輩の言葉を伝えてくださってありがとうございます。キリト先輩、今日もよろしくお願いしますね。こちらこそよろしくな、ティーゼ。それで今日は何について話すんだ？そうですね、アインクラッド流についてとかどうでしょう？自分の流派についてでいいのか？さすがに忘れてないと思うぞ。でもこれを覚えてなかったら相当に深刻じゃないですか。それに先輩が忘れるわけないってみんな思ってるから誰も確認しないじゃないですか。確かに今のところ誰にも聞かれてないな。なら気づいた人がやらなきゃいけないと思うんです。それはそうだな。なんだか不安になってきたし、お願いしようかな。それじゃあ非容疑の名前を全部言えるか試してみましょう。ソードスキんじゃない、非容疑だな。思いついたままに言っていけばいいのか？はい、
それで大丈夫です。私が知ってる範囲にしてもらえるとありがたいですけど。それなら単発技からの方がいいかな。単発水平切りホリゾンタルだろ、斜め切りスラント、上段垂直切りバーチカル、上段突進技ソニックリープ、あとは突進技ボーパルストライク、連続拳だと二連撃スネークバイトに。それだけ分かればもう大丈夫だと思います。アインクラッド流に関する記憶は問題ないみたいですね。な、こんなんでいいのか。まだまだいっぱいあるけど。まだまだいっぱいあるから止めたんじゃないですか。いつまで経っても終わりませんよ。だから大丈夫だって言ったのに。大丈夫だって分かったんだからいいじゃないですか。はあ、けど改めて驚きましたよ。非奥義の多さにか。そうじゃなくて、より実戦向きの剣技っていうか、見せるより勝つことを重視してることにです。私初めてアインクラッド流を教えてもらった時、すごく衝撃を受けたんですよ。まあ、それはさっき言ってたみたいに勝つための剣だったからってことにか。そうです。少し大げさかもしれませんけど、考え方からしてまるで誰かと命を懸けて戦う中で勝って生き残るための術なんだって、そう感じました。大げさなんかじゃない、ディーゼンは言う通りさ。臨機応変さを心情にしてるのはそれが理由だからな。でも私は最初その必要性が分かりませんでした。剣を学んできたのは四帝国親善試合で成績を残して貴族の等級を上げて両親や家族を安心させるためなんです。それ以外に剣を極める目的を見出せなかった私にとっては、この独自流派の求めるところが理解できなかったんですよ。無理もないさ、人界には戦いの場がないんだから。それなら戦いに勝って生き残ろうなんて発想しなくていいんだからな。私もそう考えていたんですけれど、お二人に会って剣を指導してもらって分かりました。鍛えた剣技は誰かを守るために使うものなんだと。人界が魔獣に脅かされている今、それを実感しているんです。そしてそれこそがノーブルオブリゲーションなんだって。ああ、その通りだ。成長したな、ディーゼ。そんな成長だなんて。ティーゼは自分で考えて貴族の誇りを理解したんだろ。ならそれは成長だ。それができるティーゼがそばにいてくれれば俺たちは心強いよ。先輩、心強いけど不安に思う時もあるんだ。ティーゼは少し真面目すぎるからな。どういうことですか。いいか、ティーゼ、守るべきは人だけじゃない。自分の命だって守るべきものなんだ。それだけは覚えておいてくれ。自分を優先してもそれは誇りを失ったことにはならないから。キリト先輩は相変わらず心配性ですね。私たちは大丈夫です。ティーゼ、なんで手を握って。先輩たちはこの手で私たちを守ってくれました。だから今度は私たちの番です。ロニエと一緒に精一杯先輩たちを支えますから。ありがとう、ティーゼ。俺もティーゼたちの気持ちに応えたいと思うよ。なあ、ティーゼたちは修剣学院の生徒として魔獣討伐に参加してくれてるけどさ、試験も控えてるだろうし、学業の方は大丈夫なのか。上級修剣士を目指すならなおさら大変だろうに。大変なことなんてありませんよ。平気ですから心配なさらないでください。先輩たちのそばでお役に立ちたいし、人々を守るのが私たち貴族の役目です。今魔獣の発生によって苦しみ、救いを求めてる人たちがいるというのに無視をするわけにはいきません。ノーブルオブリゲーションってことか。はい、
それを実行しなければいけない時ですから。確かにそうだけど、あんまり無茶するなよ。それはこっちの言葉ですよ。キリト先輩こそいつも無茶してばかりじゃないですか。それに私はユージを先輩に聖号騎士になるって誓ったんです。その誓いを破るわけにはいきませんから。実戦は剣と神聖術の両方を鍛錬できるいい場ですし、これを機に自分をもっと高めたいんです。そうか、ティーゼはちゃんと先のことも考えてるんだな。もちろん私は考えてますけど、その先輩はどうなんですか？先のことについて？もちろん考えてるよ。まずはカセドラルシターの問題を解決しないといけないけどな。その後は？その後はアスナさんやリーファさんがいる故郷に戻ってしまわれるんですか？ティーゼ？いえ、それは仕方のないことだって分かってます。分かってるんですけど、本当のことを言うと、キリト先輩がいなくなるのは寂しいなと思って。確かに故郷に一度戻る必要はあるよ。向こうに待たせている人がいるから。そうですよね。すみません、わがままのようなことを言ってしまって。でも俺だって寂しいよ。ティーゼやロニエ、遊女や他のみんなと別れるのは。だから必ず帰ってくる。すぐに戻ってくるよ。キリト先輩、珍しく素直じゃないですか。え？俺はいつも素直だぞ。そうなんですか？全然そんな風には見えませんでしたけど。じゃあどう見えてるんだ？先輩はいつも私たちに見えないところで隠れて苦労して、汗一つかいてないって顔してるんです。私知ってるんですからね。いやそんなことはないぞ。それは勘違いだ。まったくごまかすのが下手なんですよ先輩は。でもそんなキリト先輩だからこそ、私たちと離れるのが寂しいって言ってくださって本当に嬉しいんです。だから先輩、絶対に帰ってきてくださいね。私ロニエたちと一緒に待ってますから。ああ、約束するよ。ありがとうございますキリト先輩。これまでいろんな話をしてきましたけど、これで大体の思い出を振り返ることができたでしょうか？ああ、おかげで記憶の確認もしっかりできたよ。何も問題はなさそうだ。協力してくれてありがとうティーゼ。よかった、先輩のお役に立てて嬉しいです。でもこんなにお話しすることがあったなんて驚きました。あまり長い時間そばにお仕えすることができなかったのに。思い出は量じゃなくて密度の問題なんですね。先輩たちとの思い出はどれも濃いですもん。確かにティーゼたちとの思い出はどれも印象強く残ってるよ。簡単には忘れられないし、話し始めたら止まらなくなりそうだ。実際止まりませんもんね。楽しくて時間を忘れてしまうくらい。けど量が少ないのはやっぱり寂しいですね。確かにそれはそうかもな。ですから先輩、これからもいろいろと思い出を作っていきましょう。もちろん賛成だ。ティーゼはどんな思い出を作りたい？私は全部落ち着いたらまたみんなで野遊びに行きたいです。お、いいな。今度はもっと景色のいい場所を探してな。それならいっそオートから出てもいいかもしれませんね。珍しい動物にも会えますし。あ、北帝国以外の場所で野遊びをするのもいいな。今回の騒動でいろんな土地に行ってみたから道は覚えたし。はい、考えるだけでもう楽しいです。同感だ。それまでに料理の腕も上げておきますから、お弁当楽しみにしててくださいね。それは期待大だな。楽しみにしてるよ。はい、お任せください。
けど張り切りすぎは良くないからな。最近はティーゼも魔獣討伐で疲れてるだろ。俺の記憶の確認にもよく付き合ってくれたしさ。そんな、全然大丈夫ですと言いたいですけど、魔獣の討伐要請が立て込んでいたので、本当は少し疲れが溜まってます。やっぱりそうだよな。しっかり睡眠をとってちゃんと休んだ方が良さそうだな。俺のことは気にせずゆっくり眠ってくれ。いいんですか。ではお言葉に甘えて少しだけ失礼します。あ、おやすみ。気持ちよさそうに眠ってるな。よっぽど疲れてたんだろう。ユージオ先輩、こっちですよ。キリト先輩、そんなことしちゃダメですってば。俺たちで出かけてる夢を見てるみたいだけど、俺ティーゼの夢の中で何してるんだろう。ロニエもこっちに来て。お弁当広げましょう。これからもっといろんな思い出を作ろうな、ティーゼ。